で,では、音読みしましょう。あの、肯定文っていうところからですね。これ、肯定文、否定文、疑問文について、今日ちょっとやるんですけど、これ、肯定文っていう言い方は、まあ、わかりやすく肯定文にしてあります。わかりやすいもんね、この方がね。じゃあ、ここから読みましょう。肯定文。えー、まあ、その例のここに書いてありますね。じゃ、一緒に読みましょう。I am happy. 私は幸せです。 She plays the piano. 彼女はピアノを弾きます。They have a cat. 彼らは猫を飼っています。この否定文ねで。ここも一般的にから一緒に読みましょう。一般的に文に not を使って否定形を作ります。じゃあ例ね。I am not happy。私は幸せではありません。 She does not play the piano. 彼女はピアノを弾きません。They do not have a cat. 彼らは猫を飼っていません。で、次、疑問文。ここから、ね、読みますよ。疑問文。疑問文は質問をするための文です。文の頭に、一番最初ね、えー、疑問詞。読みますね、これね。Who?What? where, when, why, how や助動詞 do, does, can, will, is, are を使いますこの is, are は be 動詞っていうんですけど一応ここでは助動詞として考えてるみたいですねじゃあここから読みましょう Are you happy? あなたは幸せですか Does she play the piano? 彼女はピアノを弾けますか ?Where is the cat?